オートミールでチーズカレーリゾット風を作っていきます。オートミール 30g、 水 100ml、 細かくしたウインナー2本分、粉末のカレー粉小さじ1、コンソメの素小さじ1/2を混ぜ、 600W 3分チンします。軽く混ぜたらチーズをたっぷりのせ、 600W 1分チンして完成。